歌時計、新見南吉。二月のある日、野中の寂しい道を、12、3の少年と、革のカバンを抱えた34、5の男の人とが、同じ方へ歩いていった。風が少しもない暖かい日で、もう霜が溶けて道は濡れていた。枯れ草に影を落として遊んでいるカラスが、二人の姿に驚いて、土手を向こうに越えるとき、黒い背中がキラリと日の光を反射するのであった。坊、一人でどこへ行くんだ？男の人が少年に話しかけた。少年はポケットに突っ込んでいた手をそのまま2、3度前後に揺すり、人懐っこい笑みを浮かべた。町だよ。これは変に恥ずかしがったり、嫌に人を恐れたりしない素直な子供だなぁと男の人は思ったようだった。そこで二人は話し始めた。坊、なんて名だ？レンって言うんだ。レン、レンペイか？うん。と少年は首を横に振った。じゃあ、蓮一か？そうじゃないよ、おじさん。ただね、蓮って言うのさ。ふーん、どういう字を書くんだ？連絡の蓮か？違う。点を打って、一を書いて、のを書いて、二つ点を打って。難しいな、おじさんは。あまり難しい字は知らんよ。少年はそこで地べたに木切れで蓮と大きく書いてみせた。ふーん、難しい字だな、やっぱり。二人はまた歩き出した。これね、おじさん。清廉潔白の蓮って字だよ。なんだい、その、清廉潔白ってのは。清廉潔白というのは、何にも悪いことをしないので、神様の前へ出ても、巡査に捕まっても、平気だということだよ。ふーん、巡査に捕まってもな。そう言って、男の人は、にやりと笑った。おじさんのオーバーのポケット大きいね。うん、そりゃ大人のオーバーは大きいからポケットも大きいさ。あったかい？ポケットの中かい？そりゃあったかいよ。ポコポコだよ。こたつが入ってるようなんだ。僕、手を入れてもいい？変なことを言う小僧だな。男の人は笑い出した。でも、こういう少年がいるものだ。近づきになると、相手の体に触ったり、ポケットに手を入れたりしないと承知ができぬという風変わりな人懐っこい少年が。入れたっていいよ。少年は男の人の街灯のポケットに手を入れた。なんだ、ちっともあったかくないね。はは、そうかい。僕たちの先生のポケットはもっとぬくいよ。朝、僕たちは学校へ行くとき、代わりばんこに先生のポケットに手を入れていくんだ。
秋山先生というのさ。そうかい？おじさんのポケット、なんだか硬い冷たいものが入ってるね。これ何？なんだと思う？金でできてるね。大きいね。何かネジみたいなもんがついてるね。すると不意に男の人のポケットから美しい音楽が流れ出したので、二人はびっくりした。男の人は慌ててポケットを上から押さえた。しかし音楽は止まらなかった。それから男の人は辺りを見渡して、少年の他には誰も人がいないことを知ると、ほっとした様子であった。天国で小鳥が歌ってでもいるような美しい音楽は、まだ続いていた。おじさん、わかった。これ、時計だろう。うん、オルゴールってやつさ。お前がネジを触ったもんだから歌い出したんだよ。僕、この音楽大好きさ。そうかい？お前もこの音楽知ってるのかい？うん。おじさん、これポケットから出してもいい？出さなくてもいいよ。すると、音楽は終わってしまった。おじさん、もう一遍鳴らしてもいい？うん、誰も聞いてやしないだろうな。どうしておじさん、そんなにキョロキョロしてるの？だって、誰か聞いていたらおかしく思うだろう。大人がこんな子供のおもちゃを鳴らしていては、そうね。そこでまた男の人のポケットが歌い始めた。二人はしばらくその音を聞きながら黙って歩いた。おじさん、こんなものをいつも持って歩いてるの？うん、おかしいかい？おかしいなぁ。どうして？僕がよく遊びに行く薬屋のおじさんのうちにも歌時計があるけどね。大事にして店の陳列棚の中に入れてあるよ。なんだ、坊、あの薬屋へよく遊びに行くのか？うん、よく行くよ。僕のうちの親類だもん。おじさんも知っているの？うん。ちょっと、おじさんも知っている。あの薬屋のおじさんはね、その歌時計をとても大事にしていてね。僕たち子供になかなか触らせてくれないよ。あれ、止まっちゃった。もう一遍鳴らしてもいい？キリがないじゃないか。もう一遍キリ。ね、おじさんいいだろう。ね、ね。あ、鳴り出しちゃった。こいつ自分で鳴らしといてあんなこと言ってやがる。ずるいぞ。僕知らないよ。手がちょっと触ったら鳴り出したんだもん。あんなこと言ってやがる。そいで坊はその薬屋へよく行くのか？うん、時期近くだからよく行くよ。僕、そのおじさんと仲良しなんだ。ふーん。でも、なかなか歌時計を鳴らしてくれないんだ。歌時計が鳴るとね、おじさんは寂しい顔をするよ。どうして？
おじさんはね、歌時計を聞くとね、どういうわけか周作さんのことを思い出すんだって。え？ふーん。周作っておじさんの子供なんだよ。不良少年になってね、学校が済むとどっかへ行っちゃったって。もうずいぶん前のことだよ。その薬屋のおじさんはね、その周作とかいう息子のことをなんとか言っているかい？バカなやつだって言ってるよ。そうかい。そうだな。バカだな、そんなやつは。あれ、もう止まったな。ボウ、もう一度だけ鳴らしてもいいよ。本当？ああ、いい音だな。僕の妹のアキコがね、とっても歌時計が好きでね、死ぬ前にもう一遍あれを聞かせてくれって泣いてぐずったのでね、薬屋のおじさんとこから借りてきて聞かしてやったよ。死んじゃったのかい？うん、おととしのお祭りの前にね、やぶの中のおじいさんのそばにお墓があるよ。河原からお父さんがこのくらいの丸い石を拾ってきて建ててある。それがアキコのお墓さ。まだ子供だもんね。それでね、命日に僕がまた薬屋から歌時計を借りてきて、やぶの中で鳴らしてアキコに聞かしてやったよ。やぶの中で鳴らすと涼しいような声だよ。うん。二人は大きな池の旗に出た。向こう岸の近くに黒く2、3羽の水鳥が浮かんでいるのが見えた。それを見ると少年は男の人のポケットから手を抜いて両手を打ち合わせながら歌った。ひよめ、ひよめ、団子、やーるにくぐれ。少年の歌うのを聞いて、男の人が言った。今でもその歌を歌うのかい？うん、おじさんも知っているの？おじさんも子供の自分、そう言って、ひよめにからかったものさ。おじさんも小さい時よくこの道を通ったの？うん、町の中学校へ通ったもんさ。おじさん、また帰ってくる？うん、どうかわからん。道が二つに分かれているところに来た。坊はどっち行くんだ？こっち。そうか。じゃあ、さいなら。さいなら。少年は一人になると自分のポケットに手を突っ込んでぴょこんぴょこん跳ねながら言った。坊、ちょっと待てよ。遠くから男の人が呼んだ。少年はケロンと立ち止まってそっちを見たが、男の人がしきりに手を振っているのでまた戻っていった。ちょっとな、ボウ。男の人は少年がそばに来ると少し決まりの悪いような顔をしていった。実はな、ボウ、おじさんは夕べその薬屋のうちで泊めてもらったのさ。ところが今朝出るとき慌てたもんだから
間違えて薬屋の時計を持ってきてしまったんだ。坊、すまんけど、この時計と、それから、こいつも。と、街灯の内隠しから小さい懐中時計を引っ張り出して。間違えて持ってきちまったから、薬屋に返してくれないか？な、いいだろう？うん。少年は、歌時計と懐中時計を両手に受け取った。じゃあ、薬屋のおじさんによろしく言ってくれよ。さいなら。さいなら。坊、なんて名前だっけ？清廉潔白の蓮だよ。うん、それだ。坊はその清廉、なんだっけな。潔白だよ。うん、潔白。それでなくちゃいかんぞ。そういう立派な正直な大人になれよ。じゃあ、本当にさいなら。さいなら。少年は両手に時計を持ったまま男の人を見送っていた。男の人はだんだん小さくなり、やがて稲積の向こうに見えなくなってしまった。少年はテクテクと歩き出した。歩きながら何か腑に落ちないものがあるようにちょっと首をかしげた。間もなく少年の後ろから自転車が一台追っかけてきた。あ、薬屋のおじさん。おう、蓮坊、お前か。襟巻きで顎をうずめた年寄りのおじさんは自転車から降りた。そしてしばらくの間、咳のためものが言えなかった。その咳は冬の夜、枯れ木の憂を鳴らす風の音のように、ヒュー、ヒュー、言った。蓮坊、お前は村からここまで来たのか？うん。それじゃ、今しがた、村から誰か男の人が出てくるのと一緒にならなかったか？一緒だったよ。あ、その時計、お前はどうして？老人は少年が手に持っている歌時計と懐中時計に目を留めていった。その人がね、おじさんの家で間違えて持ってきたから返してくれって言ったんだよ。返してくれろって？うん。そうか、あのバカめが。あれ、誰なの、おじさん。あれか。そう言って老人はまた長く咳いった。あれはうちの秀作だ。え、本当？昨日十何年ぶりでうちへ戻ってきたんだ。長い間悪いことばかりしてきたけれど、今度こそ改心して真面目に町の工場で働くことにしたから、と言ってきたんで、一晩止めてやったのさ。そしたら今朝、わしが知らんでいる間に、もう悪い手癖を出して、この二つの時計をくすねて出やがった。あの極東めが。おじさん、そいでもね、間違えて持ってきたんだってよ。本当に取っていくつもりじゃなかったんだよ。僕にね、人間は、清廉潔白でなくちゃいけないって言ってたよ。そうかい、そんなことを言っていたか。少年は老人の手に二つの時計を渡した。
受け取るとき、老人の手は震えて、歌時計のネジに触れた。すると、時計はまた美しく歌い出した。老人と少年と立てられた自転車が、広い枯れ野の上に影を落として、しばらく美しい音楽に聞き入った。老人は目に涙を浮かべた。少年は老人から目をそらして、さっき男の人が隠れていった遠くの稲積の方を眺めていた。野の果てに白い雲が一つ浮いていた。